8月2日を終え、大谷翔平、ロサンゼルス・エンジェルスは、本類打ランキングのトップに立っている。この日、ブラディミール・ギレーロ・ジュニア、トロント・ブルージェイズは、ホームランを打ち、シーズン34本類打としたが、大谷翔平とは、まだ3本の差がある。一方、三振のランキングでも、大谷翔平は、上位に位置する。脱三振ではなく、 三振だ。8月2日に二三振を喫し、シーズン三振は126。これは両リーグで5番目に多い。アリーグで大谷翔平よりも多いのは、135三振のマット・チャップマン、オークランド・アスレティックスと13、131三振のジョイ・ギャロー、テキサス・レンジャーズ・ニューヨーク・ヤンキースの二人だけだ。オールスターブレイクを迎えた時点でも、 チャップマンとギャロはアリーグの三振トップ2に位置していた。111三振と108三振だ。一方、大谷翔平はリーグ5位タイの98三振。チャップマンより13三振少なかった。だが、前半戦の三振率28.6%、343打席に対し、 後半戦は40.6%、69打席だ。後半戦のサンプル数は少ないものの、三振率は急激に上昇している。後半戦とほぼ同じサンプル数となる直前の6月22日、7月11日における三振率は28.2%、71打席だった。チャップマンとの差は一桁に縮まっている。 チャップマンの三振率は前半戦が30.2%後半戦は38.7%ギャロは30.8%と41.8%だ大谷翔平と同じく二人の三振率も上がっていて中でもギャロの後半戦の三振率は大谷翔平のそれを上回るこのまま行けば 大谷翔平が彼らの両方を追い抜くことはないかもしれない。ただ、現時点の差からすると、チャップマンとギャロが故障者リストに入った場合、最短の10日間で復帰しても、その間に大谷翔平が1位になってもおかしくない。もっとも三振が多くても他のスタッツが悪くなければ、気にすることではないだろう。 これまでの本類打王三振王は、ナリーグもアリーグも、それぞれ20人前後を数える。歴代最多は、ベイブ・ルースだ。本類打王を獲得した、12シーズン中5シーズンは、三振もリーグ1位だった。そのうち、1918年を除く4シーズンは、四球もリーグ最多。1923年は、130打点を挙げ、 トリス・スピーカーと共に、打点王も獲得し、MVP の前身にあたる、リーガーウォードを受賞した。意外な気もするが、キャリアを通し、ルースが MVP を受賞したのは、このシーズンだけだ。現在、大谷翔平の48支球は、リーグトップ10に入っておらず、1位のギャロとは、29支球の差があるが、82打点は、リーグ2位タイだ。 一位のゲレーロジュニアとは3打点しか違わず打点王を獲得する可能性はある。ちなみに2015年以降のアリーグは1年おきに本類打王三振王が現れている。大谷翔平、死球のつもりが急進のコールに、え戸惑いの表情にファン騒然、いきなり誤信、報復ジャッジ来るぞ。 米大リーグ、レンジャーズ・エンゼルス、8月2日、日本時間3日、アーリントン・グローブライフ・フィールド。エンゼルスの大谷翔平投手が、敵地でのレンジャーズ戦に、2番 DH で先発出場。初回の第一打席は、ショートライナーに倒れた。同打席では、カウント3-1から、ボール気味の外角球が、ストライクと判定される場面もあり。 支給を確信し、一塁に向けて歩きかけていた、大谷翔平が、戸惑いの表情を浮かべるシーンが、ファンの注目を集めた、大谷翔平は、7月にリーグトップタイの9本塁打を放ち、打率282、打点19、盗塁4。さらに、投手としては、3試合に投げ、2勝負けなしで、防御率1.35を記録し、 6月の初受賞に続き、2ヶ月連続で、月間最優秀選手、MVP を受賞した。この日も、そのバッティングに注目が集まる中、一死走者なしで迎えた、第1打席。レンジャーズの先発ダニングを相手にしっかりとボールを選び、カウント3対1で迎えた、5球目だった。外角への直球を見極めた。 大谷翔平は死休のつもりで一塁方向へ歩き出すも、球審はやや間を空けて、ストライクのコール。この判定に、えと、やや驚いたようなリアクションを見せて、打席に戻る一幕があった。リプレイ映像でも、ストライクゾーンから明らかに外れているようにも見えただけに、アベマの視聴者からは、外れとるがな。ボールだろう。おいおい。 いきなり誤審、厳しい。あれは完璧ボール。審判ひでえ。宣告も遅いといった求心への不満が続出。その一方で、セルフジャッジをした大谷翔平に対して、セルフはあかんよ。また報復ジャッジ来るぞ。セルフ、ダメ絶対とするや、今後の打席への影響を心配するコメントも寄せられた。 厳しいコースをストライクと判定された大谷翔平は6球目の外角低めのボールに手を出すもシフトの網にかかりショートへのライナー出塁の後期だった打席が凡退に終わったことで視聴者からは今日の敵は審判だったか死球がライナーに AI 審判希望5球目ボールにされたら 打つしかないよなと、恨めしげな声が上がっていた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。